たちどこかな。見当たらないってことは多分カイトさんのテントの方じゃない。じゃあレッツゴーゴーだね。早く次の公演の話したいな。合同公演をやると知ったら楽しそう。ミクもやりたいと飛びつくに違いないだろうな。そうだね。レイ、どうかした？ああ、いや、少し考え事をしていたんだよ。考え事？アークランドのキャストたちが僕の演出をどこまで受け入れてくれるだろうかってね。ルイ。ああ、心配しないでほしいな。そこまで深刻に悩んでいるわけじゃないよ。結婚式やナイトショーや体育祭のこともあって僕の演出に拒否感を持つ人たちがいる一方で受け入れてくれる人たちもいることは十分よく分かったんだ。だから大丈夫。ただ単純に最後の宣伝公演でどこまでやれるのか、それが気になっているだけさ。レイ君の演出、すっごくすっごく楽しいもん。そうだ、お前は俺たち自慢の演出家だ。胸を張って演出をつけるといい。ありがとう、みんな。ダメだよ。ん？何やら声がするような。あっちの方にミクちゃんたちがいる。みんなどうしたの？ああ、みんな来ていたんだね。それが実は少し困ったことになってしまって。困ったこと？今ミクと話してる鳥のぬいぐるみくんがいるでしょ。あの子が空飛ぶ汽車でショーをしたいって言い出したの。ああ、あの汽車で僕たちも一度カイトさんたちとやったことがあったな。実はその話がきっかけであの子の汽車でショーをやりたいって言い出したんだけど、汽車の上を飛んだり跳ねたりするアクロバティックなショーがいいらしいんだ。え、さすがにそれはみんなでやれなくない？危ないし。そうだね、僕も以前そういうショーができないか考えたことがあるけれど、調べたところ汽車をコントロールすることはできないようだったし、気まぐれに飛ぶこともあるからさすがにリスクが大きいと思って諦めたんだ。私たちもワイヤーをつけたりいろいろ方法を考えたんだけど、こんがらがったりしたら大変なことになりそうで、だからこのショーはやっぱりやめましょうって言ったの。でもでも鳥さんみたいに飛べる子以外できないんだよ。それに飛べる子もあんなに高いところでやるのは怖いって言ってるし。相性があるけれど一緒にやってくれる人がいないか。なんだか昔の僕のようだね。できれば力になってあげたいけれど。僕たちもそう思うんだ。だからなんとか代わりの案で納得してほしいんだけどね。ああ、僕たちの話ばかりしてごめんね。今日はこっちで練習会？ああ、いや、次のショーについていろいろと決まったことがあるから報告をしようと思ってな。あら、何かしら？実は今度、世界的にも有名なテーマパーク
アークランドのキャストと一緒に合同公演をすることになったんだ。あら、すっごく楽しそうじゃない？何をやるかは決めたの？まだだよ。あさってあちらのキャスト陣が合流するので、その際に意見を交換し合って決めようと思うんだ。それはとてもいい経験になりそうだね。頑張ってね、みんな。ああ、ありがとう。お、ミクちゃん帰ってきたよ。はあ、トミのぬいぐるみさん飛んでちゃったよ。どうすれば一緒に楽しくショーできるんだろう。あれ、みんな来てたんだね。話聞いたよ。大変そうだけど大丈夫？うん、ミック、どうしたらいいのかわかんないんだ。ぬいぐるみさんブンブンして行っちゃったし。はぁ、ミクちゃん。でも、はぁー、弟子でても楽しいショーはできないよね。ぬいぐるみさんも楽しいショーができるように、ミク、もっと頑張ってみる。ふふ、そうだね。いいショーがやれるように、一緒に頑張ろう。もし僕たちに何か手伝えそうなことがあったら、いつでも言ってほしいな。できたのは良かったが、あちらの方は珍しく立て込んでいたな。そうだね。ショーには多くの人間が関わるし、それぞれ真剣になるほどこだわりも生まれて、どうしても衝突が起こってしまうからね。確かにね。私たちの方も頑張らないと。私たちも？ほら、演出のこととか抜きにしても、新しい人とやるってなると最初はギクシャクしそうだし。大丈夫だよ、いっぱい仲良くして。あ、一緒にご飯とかおやつ食べたら仲良くなれるかも。何それ、同じ釜の飯を食うってやつ。案外悪くないアイディアかもしれないよ。機会があったらやってみようじゃないか。うん、心を通わせて共に良いショーを作ろうではないか。そろそろ、いや、しかしそろそろ。なんかこの光景、この前も見た気がするんだけど。一昨日見たばかりだね。まだかな、まだかな。あ、やっぱり上からピョーンってお迎えしよっかな。インパクトはあるけど、向こうがびっくりするからまた今度ね。はーい、また今度やろっと。さて、そろそろ約束の時間だけれど。では、あとはよろしく頼みます。はい、よろしくお願いします。ん？あれは、もしかして？人数は7人くらいかな。あれ？先頭にいる人、なんか見覚えが。あ、あれって、玄武朝日？玄武朝日。ああ、あの玄武朝日か。え、どのどのどの玄さん。玄武ね、玄武。
玄武朝日、最近とても注目されている若手俳優だね。以前からアークランドで舞台を中心に活動してるけれど、最近はドラマや映画にも出演しているみたいだよ。特に演技力の評価が高くてね、僕としても実際に演技を見るのが楽しみだよ。あとはザ・センターシアターに最初に呼ばれたキャストとしても有名かな。ザ・センターシアター？アークランドの中にあるステージで、役者の中でも若くて実力がある人じゃないと入れない場所なの。そうなんだ。近年アークランドは舞台に力を入れていてね、新進気鋭の役者や演出家を集めて彼らが活躍できるように環境を整えているんだよ。俺も何度かテレビで見たことはあったが、まさかあの玄武朝日が来るとは。なんだこの間は。どういう間なんだ。いや、スターたるものこういう時ほど落ち着かねば、堂々と挨拶を。はっ、ほ、本物のワンダ書だ。は、みんな、本物のワンダ書だ。マイルスがここにいる。マイルス、ああ、ナイトショーの。あの、握手してもらってもいいですか？もちろんですとも。これが落ち着いていられるか。あのナイトショーを作ったワンダショーの皆さんだぞ。なんか思ってた感じと違うっていうか。自己紹介が遅れてしまいすみません。俺の名前は玄武朝日です。この度は皆さんと一緒にショーを作る機会をもらえてとても嬉しいです。俺たちは東京アークランドのザ・センターシアターから来ました。今日からよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。俺たちはワンダーランズショータイム、そして俺は座長の天馬司です。テレビで見るイメージとはだいぶ違うけれど、なかなか面白い人のようだね。草薙ねねです。小さい頃は児童劇団に入っていて、今は縁あってワンダーステージでやらせてもらっています。その歌には自信があります。精一杯頑張るのでよろしくお願いします。緊張した。すっごくワンダフルな自己紹介だったよ、ねねちゃん。歌ったらもっとワンダフルだったんじゃないかな。それはまた今度で。さて、それぞれ自己紹介も終わったところで宣伝公演の内容を決めていこうと思いますが、どうでしょう。はい、そうしましょう。あ、じゃあはいはい。近未来博物館でやるなら未来っぽいショーがいいんじゃないかな。未来か。相変わらず漠然としているな。本当にね。でも的外れってわけじゃないんじゃない。宣伝公演はいつもその場所に合う内容にしてるし。そうだね。いつも通り舞台となる場所はぜひ活用したい。お客さんたちもその場所、その公演だからこそ見られるものを鑑賞できた方が特別な体験になるからね。なるほどなるほど、そういう考え方で決めているのか。基本はその舞台を活用できる演目の方向で考えよう。あとはここにアークランドの実力者が集まっていることも踏まえたい。特に
玄武朝日はマルチプレイヤーだ。僕の見る限り、どんな役にでも合わせて自分のものにすることができる。いわゆる天才型の役者と言っていい。彼の様々な演技を見ることは、司くんにとって、それにネネや M くんにとってもいい勉強になる。できればこの状況を最大限活用できる演目にしたい。世界を夢見る司くんやネネのためにもね。であるなら、場所を生かしつつそれぞれ役者としてのレベルアップを図れるような、僕は二人のアンドロイドを提案するよ。二人のアンドロイド？ああ、なるほど。確かにそれならあの場所にも合いそうだな。玄武さんも二人のアンドロイドをご存知なんですか？ SF の隠れた名作ですよね。知人に勧められて小6の頃に日本の図書館で読んだんです。そうだったんですか。奇遇ですね。僕も小学生の頃に上田義雄翻訳のものを読みました。上白さんもですか。俺も上田翻訳で読んだんですよ。でも今思うと、あの翻訳って結構分かりにくかったですよね。そうですね。小学生が読むには少し難解だった気がします。やっぱり中学の時原文でも読んでみたんですけど、そっちの方が読みやすかったくらいですし。もしかしたらと思ったけど、やはりアークランドの期待の新星ともなると、古典的名作にも触れているようだね。しかし日本の図書館ということは、それまでは海外に住んでいたのかな。それでその二人のアンドロイドというのはどんな話なんだ？ああ、そうだね。簡単に説明すると、100年余り先の未来、ある研究所に二人のアンドロイドがいたんだ。彼らはある博士に作られたばかりで、知識もない、どこまでもまっさらな状態だった。しかしある日そこに人間たちがやってくる。 A 国と B 国の兵隊だ。彼らはアンドロイドを軍事利用するため、それぞれアンドロイドを盗んで持ち帰ってしまうんだ。 A 国に連れて行かれたアンドロイドのアルフレッドは、偶然の事故で軍の手を逃れ、ある善良な開拓民の家に転がり込み、そこで人について学んでいく。一方、B 国に連れて行かれたアンドロイドのバートレットは、兵士として徹底的に訓練され、戦うための道具となっていく。かわいそうだよ。そしてラストシーン。彼らは戦火にさらされた開拓地で出会うことになる。片や人の愛情に包まれて育ったアンドロイド、片や人の残忍さにさらされて育ったアンドロイド、同じ出自でありながら全く違う経験をしてきた彼らは、どうなるんだ。彼らがどうなるのかは台本を読んでのお楽しみにしようか。なに？そこまで話してオチ言わないわけ？なかなかもったいぶるな。でも確かに、せっかくなら自分の目で確かめてもらいたいもんな。ええ、そういうことです。だから玄武さんも話さないでくださいね。もちろん。ああ、そうだ、俺のことは朝日で大丈夫だよ。よければ俺たちも君たちのことを名前で呼んでもいいかな？ええ、もちろん。朝日さん、よし、では演目も決まったところで配役を決めていこうではないか。ああ、そうだね。でも主演についてはもう考えてあるんだ。そうなのか？ええ、
この二人のアンドロイド、朝日さんと司くんにそれぞれお願いできないでしょうか。